広島総合病院優先外科の大原です。よろしくお願いします。お金と仕事についてお話しさせていただきます。ただでさえ乳がんと向き合うのに大変なのに、次に心配になるのはそうお金と仕事ですよね。乳がんにかかる患者さん年々増えてます。他のがんと違うのは、約6割ぐらいの患者さんが就労世代20歳から65歳に、当たると乳がんは言われています。具体的に A 子さんの場合、 A 子さんは乳がんと診断されて手術を受けられて、放射線療法を受けられて、ホルモン療法も1年間受けられました。具体的にはこのような、3割負担でありますと42万円ほどお金が必要だということが分かります。わあ、たくさんお金かかるなっていうのが印象です。しかしながら、慌てずに、まず何からやったらいいか、まず保険証を見てみましょう。で、僕もこの、勉強させていただくにあたって、自分の保険証を見てみました。右下にあるのが僕の保険証なんですけど、どうやら僕は組合健保っていうやつに入ってました。で、こういうふうに保険証いっぱい種類があるんですけど、具体的には会社に働かれている方は社保で、自営業などをされている方は国民健康保険に入られていると思います。で、何が違うかっていうと、それぞれ加入されているところで手続きするための窓口が異なります。高額療養費制度、傷病手当金制度、障害年金、この3つの公的助成制度を今からご説明します。高額療養費制度は1ヶ月の間に一定額の、お金を支払った、一定額以上お金を支払った場合、支払った分、一定額超えた分だけ後から払い戻される制度であります。年齢や所得によってその限度額は異なります。3回以上限度額を超えた場合、4回目以降は限度額が下がったりとか、他の病院で払った分も合算できたりとか、そういった制度もあります。しかしながら差額ベッド代、食費、精神医療、それから入院と外来、歯科と医科は合算できなかったりとかということもあります。限度額の表を示します。年齢によって異なって、具体的には69歳以下、それから70歳以上で表が異なります。年齢の収入の区分によって適用区分が異なっておりまして、例えば現役世帯で平均年収432万円の方は、あそこの赤丸の部分になって限度額は大体8万円ということになります。今度は70歳以上の方の限度額の表をお示ししておりますが、これは平成30年度から変わっております。現役並みの収入がある方は、先ほど69歳以下と同じような限度額になっておりました。具体的に70歳以上の方で100万円医療費がかかった場合、3割負担の場合、窓口では30万円必要なんですけど、この方の収入が370万から770万円の場合、計算しますと限度額は約8万円、細かく計算すると窓口で支払う自己負担の限度額は87,400円、払わなきゃいけないお金は87,430円となります。限度額適用認定証というのがあれば、窓口の支払いが限度額までで終わります。先ほどは支払い払い戻されるっていうお話をしたんですけど、この認定証があれば、それ限度額まで用意していただければ十分であります。これは加入されている保険の、手続き、窓口で手続きしていただければ認定証がもらえます。具体的に窓口に行ってみました。廿日市市の、窓口であります。1階にありまして、市役所の1階で12番の窓口で担当してくださった方にお話を伺ったんですが、
まあ、分からないことがあったら電話でもいいのでお気軽に相談してくださいということでありました。また国民健康保険ではもしこの限度額の制度を使用していなくて高額なお金が支払われている場合には自動的に高額療養費の申請書が送られてきます。そういったサービスもあるそうです。続いては働かれている方のための制度でありますが傷病手当金制度であります。これは働かれている方で病気などで休職した場合に支払われるお金で給料の約3分の2が最長1年6ヶ月支払われることができます。もし再発した場合においてももう一度申請することが可能であります。続いては障害年金でありますが障害年金は公的年金制度の一つでありまして病気や怪我による障害のために生活や仕事に支障が生じる方に支払われる年金であります。で具体的には診断がついて約1年6ヶ月経った時点でそういった障害が等級に当てはまる場合に認定される場合があります。治療の副作用による倦怠感や末梢神経障害もその対象であります。しかしながら申請から認定まで手続きに時間がかかったりとか手続きが煩雑だったりとか必要な書類がたくさんあったりとかそういったことで簡単ではないそうです。具体的には統計をこのようにお示ししますが、乳がんの患者さんで、まあ、治療を受けられて例えば先ほどの末梢神経障害倦怠感の場合はこの3級が当てはまると思われます。で今度はお仕事の話になりますが、実際に乳がんの方で仕事をしてその後どうなったかっていう研究が行われておりますが、診断がついて治療を受けられて約1年の時の離職率が示してありますが乳がんは約 10.1%、 10人に1人の方が仕事を辞められているとか、もし復職されたとしてもフルタイムで就職される方は 17%、 残り 82% の人は短い時間で就職されているか復職されております。まあ、そういった中厚生労働省は治療と仕事の両立をするためのガイドラインを策定しております。これは企業に対して啓発のための研修や休暇制度勤務制度の導入を促すものであります。広島県もそういった企業を応援するためにチームがん対策広島と銘打って、企業を応援しています。で具体的にはホームページ、広島県のがん対策ホームページにおきまして、そういったがんの、啓発研修などに力を入れている企業名を提示しております。皆さん見てみてください。まあ、今までいろんな制度をご説明したんですけど、まあ、結局のところ、まあ、細かく、まあ、数字もたくさんあって難しい話かなと思ったんですけど、しかしながら大丈夫です。なんで大丈夫かというと、がん相談支援センターがあります。お近くの、まあ、がんを診療している大きな病院には必ずこのがん相談支援センターがあります。もちろんその病院に受診している患者さんはもちろんなんですけど、その病院を受診していない方でも無料で相談に乗っていただけます。看護師さん、ソーシャルワーカーさんなどがんの治療診療に詳しい方が受け持ってくださっています。実際に右下の写真は当院での、がん相談支援センターのメンバーですが、看護師さんとメディカルソーシャルワーカーさんが担当してくださっています。お話をお聞きしますとお気軽にお越しくださいとのことでした。今日お話した経済的な問題だけではなく、がん相談支援センターではいろんな、がんにまつわる困ったことなどの相談をお受けするそうです。ですので皆さんお気軽に相談に行ってみてください。
最後に一言ですが、今日お話した公的助成金以外にもたくさんの、皆さんを助けるための制度があります。もし困った場合はがん相談支援センターへ相談ください。でお金のことなので必ず必要なのはこの領収書、なくさないように必ず持っておいてください。以上です。